ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は新感覚の担々麺がいただけるお店、有吉商店にお邪魔します。地下鉄渡辺通り駅から歩いて3分、桜十字病院そばの路地にある本家博多担々麺有吉商店。1階は屋台のようなカジュアルな雰囲気、2階はテーブル席が用意されています。スタッフの新田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？担々麺やラーメンなど、あとはお酒に合うおつまみを揃えているお店です。ではおすすめメニューを教えてください。おすすめは豚骨を使った博多担々麺です。担々麺通常は鶏ガラなんですけども、博多の人に合うように豚骨を使って担々麺を作りました。わあ、軽やか。すごいごまの風味もするんですけど、さっぱりしてる感じもします。麺は縮れ麺ですね。札幌の縮れ麺使ってます。麺がすっごいもちもちで歯ごたえもあって、いい感じでスープを連れてきてくれますね。美味しい、本当新感覚。ありがとうございます。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、串ホルモンです。これ関西でいう土手焼き風ですよね。牛のホルモンで、ハツ、ハチノス、ダルムを使ってます。美味しい。私はハチノスをいただいたんですけど、はい、すごいコリッとしていて美味しいです。コクのある串ホルモンとすっきりした焼酎がよく合います。はい、ありがとうございます。それでは一言どうぞ。はい、深夜3時まで営業しております。普段のお食事や、飲み締めにも使えるお店です。ぜひお願いします。それでは新田さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。